まずはレイラ選手が冠を手に入れたようだ。だがゴールにたどり着くのは容易じゃない。カサッチ選手もついたみたいですね。試合は白熱してきたな。おや、河辺選手は遅れてやってきたようだ。頭の中で喋るな。君なら私を失望させまい。わけがわからないぞ。妙だな。この結論は君を苦しめるだろうか、それとも多くの民が君を麻痺させるだろうか。君の答えが楽しみだ。私のやってきた研究は全て。ああほう、もういいだろう。僕の人生はすでに最悪なんだ。これ以上ひどくなってたまるか。あなたのお金は受け取らない。苦難を強いられる人々をたくさん見てきたと言ったな。あなたの授業で彼らを助けてやってくれ。